ザ・デイリードラッカー、ドラッカー365の金言。8月9日、企業研究所の陳腐化。技術は産業を超えた。20世紀最大の社会的イノベーションだった企業研究所が近年減少してきた原因は何か。今日では企業の研究部長たち自身が企業研究所の陳腐化を認めている。技術が産業を超えたために、もはやいかなる産業、企業にも独自の技術というものがありえなくなった。そして産業が必要とする知識が馴染みのない異質の技術から生まれるようになった。こうして伝統ある企業研究所が陳腐化した。世界一の企業研究所だったベル研究所は、数十年にわたって電話産業が必要とするイノベーションを行い続けた。ところが電話産業ではグラスファイバーについて何も研究せず、何も知らなかった。通信を変えたのはガラスメーカーのコーニング社が開発したグラスファイバーだった。アクションポイント、役に立ちそうな他産業発の技術を探してください。